道の駅越前王の荒島の里は、福井県大野市わらび生にある国道158号の道の駅である。構想段階では、道の駅の仮称を、月の故郷としていたが、名称は、公募により決定した。日本百名山で、大野市がふもとに位置している、荒島学から、名称を越前王の荒島の里とした。2015年には、重天道の駅として選定されている。 敷地面積が49,137平方メートルで、福井県内では最大の道の駅となった。S 作り平屋建てが建設された。工事費は21億円。施工会社は建物部分が大野建設工業、参考産業、南部工務店、電気設備が前田電気、中保屋電気紹介、空調設備が山に工業、旧排水設備が 中川設備である。設計、管理は中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋が行っている。また、国土交通省は2021年に防災道の駅として、道の駅越前王の荒島の里を選定している。荒島の合駐車場にある充電スタンド施設の詳細は公式サイトを参照。駐車場出入り口にあるラウンドアバウト道の駅の出入り口と、 国道158号、中部縦関道との接続点には、福井県で2例目となるラウンドアバウトが設置され、道の駅開業に先立つ2021年4月20日朝に、供用開始された。ありがとうございます。